エディンベリー。それは太古からビリアナの木と呼ばれる不思議な力を持つ木々が存在する大陸。そこにはストルタ、モレア、セクルエ、トレドという4つの村があり、人々はビリアナの森とともにつつましやかに生活を営んでいた。かつてリューベーン帝国という歴史上まれに見る強大な軍事力を誇った国が大陸を支配したこともあったが、今はその姿も絶えて久しい。ストルタとモレアは十数年前から戦争を繰り返している。ストルタは困窮する人々を救うためにビリアナの森を伐採して豊かな土地を築くことを提言した。一方、モレアは森を守ることを使命としており、自らの欲望のために森を切り開こうとするストルタの安易さを誹謗した。争いは当初小競り合いを繰り返す程度でしかなかったが、悪化し続ける環境が人々の焦燥を煽り、ついに全面衝突にまで発展した。しかしその決着は意外な形で振り下ろされることになった。後に最下の夜と呼ばれる忌まわしい事件が起こったためだ。両軍は壊滅的な被害を被った。特にストルタ側の被害は甚大であり、以後両者は休戦状態となっている。現在ストルタは徐々に体制を整え始めている。再びモレアに攻勢をかけるためだ。俺は剣を取り旅立つことを決めた。自らの呪われた運命を確かめるために。
どうしたの、フィルナ。もう少しだよ。頑張れ。足が痛い。休んではいられないんだよ、フィルナ。日暮れまでに村を見つけなきゃ。フィルナ、どうしたんだい？今、何か聞こえなかった？え、いや、何も聞こえないけど。聞こえる。誰かが助けを呼んでるよ。あ、フィルナ。うん。何してる？その子を離せ。やれやれ、邪魔が入ったか。離せってば。お前たち、何者だ？その子をどうするつもりだ？答える必要はない。こいつ、強い。しまった。ユテラルド、気をつけろ。そいつ、かなり強い。ガンダム手でなんて力だ。そのくらいにしておけ、リノオロチ。遊んでる時間はない。ユテラルド、クソ。このまま見逃すつもりか？黙って見ていろ。相手を甘く見るからこうなるんだ。お前の悪いところだ。お宅を並べるのは後にしろ。また逃げられた。追うぞ。おそらく綿毛の草原だ。待て。貴様ら、俺たちに何をした？他人の事情に首を突っ込むからだ、自業自得さ。貴様、会いに行くと。今お前たちに構っている時間はない。遊んでほしければ後で相手をしてやる。おい、分かった分かった。どうしたんだ、力が入らない。これはおそらく。リアナ、心当たりがあるのか？聞いたことがある。封印された古代の禁呪、魂の呪縛。呪縛？どういう意味だ？僕らは命を共有する仲間になってしまったってことさ。一人が傷つけば他の二人も痛みを負う。早く術を解かなければ三人仲良くのたれ死にだ。冗談じゃない。奴ら何者だったんだろう。ただの人さらいとは思えないけど。捕まえれば分かることさ。行こう。大丈夫かい、フィルナ。どこか痛むの？うん。フィルナ、あの二人組のことを知ってるのか？うん、まさか。そうか、記憶が戻ったんじゃないかと思ったんだが。あの二人組のことは知らない。ただ襲われていた女の子が。あの子を知っているの？うん、知らない。だけどなんだか無性に懐かしい気がした。懐かしい？うん。なぜだろう、なぜこんな気持ちになるんだろう。不思議。フィルナ、もしかして彼女は君の家族か友達なんじゃ？違うよ、違う、そんなはずない。私はあの子が怖かったもん。怖かった？うん。あの男たちよりあの子の方がずっと怖かった。懐かしいのに怖くてたまらない。なんだろうこの気持ち、なぜなんだろう。フィルナ、あまり思い詰めない方がいい。とにかく少し休んで出発しよう。あの二人組を捕まえればあの女の子のこともわかるだろうから。